はい、というわけで4月ももう残りわずか、令和までカウントダウン5日ってわけではないですけど、毎年のように新しく中学生になった子たちがね、だらーっとしてやっています。まあ、部活があったりね、試験の勉強もろもろありますが、それはね、それでみんな世界中の人っていうか日本中のね、同じ学年の人がやっていることなので当たり前ということで処理をさせてもらって、途中ね、遅れてくる道場にね、まあ、そんなのもまあ別に当たり前なんですけど、そこでのね、気持ちの切り替え、それについてね、毎年4月の中間ぐらいですかね、学校も始まって1週間2週間、そのくらいになると、まあ疲れも出るっていうことで、だらっとしててわかるんですよ。でもそれは周りの人には結局関係ないことだっていうことをね、理解してもらうためにがっつりお説教をします。まあその年によってはお説教も何もしないでっていう場合もあります。それはちゃんとね、練習に来て途中から合流してね、それでもちゃんと動こう、まあそういう感じの子も時にはいるのでね、この大説教もねしなくて済む年というのもまあ稀にはあります。だけど大体がね、やっぱり普通の中学生ね、12歳、まだ12歳になってないわけ、13歳、まだ13歳にはねなってないですけど、小学校卒業して中学生に入ってね、今までは一番最高学年、一番先輩ですよね。でこれからは中1となって一番の下っ端、まあその切り替えがね、まあこの思春期にはね難しいっていうのもありますが、そこでやっぱり切り替えておかないと、この先ね大きな怪我があったり、いいとこでね、このやっていることをやってあげているというふうにね、どん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 おかしなことになってしまうね子どもたちもいるので、理由もなくいきなりね説教を始めるわけです。まあイコールね、それは相手というのはね、自分を映す鏡、だら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 していれば、それは手加減とかそういうことじゃなくてね、単なる手抜き、手抜きは許しません。なぜならそれが怪我につながったりね、やっていること自体がもう無意味な時間になってしまう。あっという間のね、中学生なんて3年間運動やってられるのは2年半、これ高校行ってもね同じですけど、みんなその短い期間の中でどうやってね処理していくかというのが大切なんでね、またやっていきます。